ポルシェカレラ GT、カレラ GT、カレル GT はポルシェのスーパーカーである。製品高度は980、20世紀末期から21世紀にかけてのスーパーカーのメインストリームである大排気量にしてハイパワーなマルチシリンダーエンジン、オールカーボンファイバーで成形したボディ、またはシャシー、レーシングカーに準じたエンジニアリング、それに 相反するラグジュアリーな快適性能などに乗って製作された。2003年発売。しかしその源流は、ルマン24時間レースなどの耐久レースの主役が、メルセデスベンツ CLK GT-R や日産、R390 などの GT クラスから、プロトタイプカークラスへ移行したことに橋を走っていい。ポルシェもそうした波に翻弄された当事者の一つで、 彼ら GT 開発の根幹には、直気 GT、クラスレーシングカーとして開発されていたものを着せずして、転用できる機会に恵まれたことで計画が化したことが挙げられる。ポール・ウォーカーが、事故死した車でもあるが、ポール・ウォーカーの家族は、車の安全性に問題があったとポルシェを、訴えている。これに対して、ポルシェ側は死亡したのは、危険な走行によるものと反論している。事故時に、 現場の制限速度の倍以上の速度を出していたことが検証で明らかになっている。一方で中谷昭彦によると彼ら GT は運転が難しくコントロールの自由度が低い車であるとされている。黒沢元春もスペックに期待して彼ら GT を予約購入したが乗ってすぐに売り払っている。2019年米国のコレクターの依頼によりポルシェのクラシックモデル部門 ポルシェクラシックがフルレストアした車両が完成したことが発表されており、オーバーホールやパーツ類の交換、修繕以外にも、ボディカラーが発売当時のカレラ GT に設定されていなかったオークグリーンメタリックに変更されるなど、テストはだけでなく、同時にカスタマイズも行われている。カレラ GT のボディ構造は、1990年代にデビューしたマクラーレン メルセデスベンツ SLR マクラーレンのようなモノコック構造ではなくキャビンであるカーボンファイバー製のタブにエンジンやサスペンションを支持するカゴ状のサブフレームを連結する一味違ったアプローチによるエンジニアリングが展開されている特にサブフレームは上下にピースでエンジンを包み込むようにしてマウントしエンジンを下ろしての整備を可能とするため上のピースは ボルトを外すことで簡単に外れる構造になっている。ボディパネルもすべてカーボンファイバー製で、外部からの応力はすべてシャシーで受け止め需よう、設計されているため、これらのパネルは特に剛性の高いものではないが、前述の構造であるからこそ屋根を取り外すことのできる、パルガトップスタイルを実現できたとも言える。シャシーの構造物の一部を除き、オールカーボンにしていることは大きく、 大排気量エンジンを背負いながら車両重量は 1380kg である。サスペンションは純レーシングカーの構造で前後ともダブルウィッシュボーン式でインボードにマウントされたショックアブソーバーとサスペンションアームとはプッシュロットでつながってる。ブレーキもポルシェの最先端技術が投入され、光合成のモノブロックキャリパーに PCCB ポルシェセラミックコンポジットブレーキと称するカーボンセラミック複合素材のディスクが組み合わされている。このディスク素材はレーシングカーにも使用されており 18kg とスチール製に比べて圧倒的に軽量である。耐熱性も非常に高く高い耐久性を持っている。エンジンはドライサンプ方式により潤滑され V 型重機等。 ボアファイ 98mm ストローク 76mm で 5733cc 圧縮比 12.00612ps 8000rpm 60.2kgm 5750rpm これだけの性能を持ちながらエンジン単体重量は 200kg 弱に止めているレイアウトの自由度を高めるためバンク角は本来 V 型重機筒エンジンの等間隔燃焼の理想と、言われる2度でなく68度に設定している。トランスミッションは6速、m t ミ1 6 9 m、mm、m と長小径のクラッチは、ブレーキと同様のカーボンセラミック複合装材を使用した PCCC ポルシェセラミックコンポジットクラッチで、完成重量の低さと大板クラッチ特有の、唐突につながる特性が、相まって、 非常に扱いづらいと言われている。対抗馬であるフェラーリエンチョフェラーリがセミ AT によるシフト機構でクラッチペダルの存在を消すことでドライビングをイージーにしているのに対し彼ら GT のこの部分については悪く言えば球体以前よく言えば車を操ることの何たるかを宿しているイコールクローとミとも言える。これだけの性能を有しているため価格もそれ相応の約語。 例園はくだらないと言われており、世界限定1500台が生産される予定だったが、結局1270台で生産を終了させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。